アリサさんの時も美人でスタイル良くて可愛い1年生が後輩になっていろいろあったって言ってたからな。へえ、アリサさんってやっぱり美人だし、そういう人の周りってそういう感じのことが起きるんですね。その後輩ってお前たちの好きなカノヒジリのことだけどな。アン先輩の言葉にヒナが固まった。カノヒジリって今でも小柄で目がキリッとしててスタイル良くて可愛い美人さんだけど、あの人が後輩1年生？それは魔性の女では。ヒナとアヤが七瀬の方を見ながら何かうなずいている。いや、私カノヒジリさんご本人とも面識ありますけど、似てるとか言われたことはありませんからね。そのアリサさんって人とカノヒジリって結局なんかあったの？男絡みの匂いがするんだけど。え？いや、どうだろう。今もあの二人すごい仲いいし、親友とか言ってたけど。それで胃がキリキリするって何があったんだろうか。そういえば、学校に尊敬する先輩がいるインタビューで見たことある。星見つくようなことだと思ってたけど、違うのかな？カノさ、星見さんに対して割と塩対応っていうか、仕方なく面倒を見てる感じで、仲は良くても尊敬してるようには見えませんでしたよ。むしろ私たちの推しと普通に知り合いの七瀬ちゃんが羨ましいです。あそこの事務所も、うちの事務所とよく仕事してますからね。そう言いつつ、七瀬が俺の方をじっと見てくる。なんかさ、最近七瀬が連敗戦のことを旅行行く前よりよく見てない？七瀬、いけません。それはフィクションだからふわっと許されてるのであって、リアルでは。絶対勘違いだし、説明しなくていいし、私が気になってるのは、レイさんがやってる課題の方だから。ヒナとアヤがイーゼルを立てて絵を描いてる向こう、俺はプリントの束を横に資料を作っていた。そういや後輩だけ何やってんだ？補習か？あ、いや、そんなアヤじゃないんですから。そういうこと言う、レン君嫌いだな。え？じゃあ今日は独り占めでいいですか？いやいや、私を傷つけた分優しくするべきでは。そんな時間ないだろ。俺はこの資料を作らなきゃならないし、アヤも特待生の課題あるだろ。しょうがない、私一人じゃどっちともイチャつけないし、素直に練習してるか。それで連敗戦は何の資料作ってんの？文化祭の委員会で使うやつ。俺はアントワネットの窓口だけやってればよかったはずなんだけどな。ああ、純子先輩いなくなってそういうの管理する人が減ったからな。誰に言われてやってんだ？3年生？先生。え？とみんなが口を揃えて驚く。先生というか、去年までカノ先輩がやってたから回せてた仕事がなぜか俺に回ってきてる。うちらの窓口の仕事は？手持ちの分が終わってるのと、貞本も担当になってた、なったんで手が空いてるのは確かなんですよね。去年は手探りだったけれど、今年はアン先輩もトッサンも慣れたのもあって、アントワネット関係はスムーズに進んでいる。グググ、付き合い出したっていうのにあんまり遊んだりできない。正直なとこ、私は特待生の課題あるから、お姉とレン君だけで先に遊んでたりイチャイチャされるかもって思ってました。その辺は今までと同じルールなんで、私にした分はアヤにもするのは変わらないよ。そういうのを揉めたりしないんですか？どっちかばかり可愛がったりとか、タイミングとかあると思うんですけど。今のところはうまくいってるかな。それにどっちかばかり相手にするくらいならそっちと先に付き合ってます。あー、そっか、私たち同じ分だけ甘やかすルールがうまく回りすぎたから今こうなってるんだ。あやめパイセン、なんで今気づいたみたいな感じになってんの？いや、お姉がうまいことやってたんだなーって。後輩がじゃなくて姉の方なのか。そういえば確かにその辺はひながバランス取ってた気がしますね。あやにしたことをしろって言ったり、自分にしたことをあやにしろって言ったり、
この話の流れでひなに注目が集まる。お前のせいかみたいな雰囲気感じるけど、レン君もアヤもなんだかんだで受け入れたからね。悪いともひなのせいとも思ってないから。とはいえ去年のうちにレン君がお姉のことを押し倒してたらこんなことにならなかったんだけどね。疲れたのかアヤが俺に後ろから抱きついてきながらそんなことを言う。あと首の匂いを嗅ぐのをやめてほしい。ここまで言ってることとやってることが食い違ってるやつ初めて見た気がする。資料写真撮ってもいいですか？あと漫画にしていいですか？いいよ、できたら見せてね。止めたいけれど、アヤが疲れのせいか俺にくっついて何か補給するモードになってしまって動けない。こいつら付き合い出しても何も変わらないんじゃって思ったけど、今まで本気を出してなかっただけなのか。さすがに限度っていうものがありますからね。当然ですよ。ほら、アヤもそろそろ離れる。続きは帰ってからにしよう。ああ、足りない、疲れた、今日はもう休む。最近特待生の課題やコンクールに出すスケジュールが詰まってるし、アヤが疲れてるのはわかる。日向先輩って双子なのに本当にお姉さんなんですね。妹の方も見てなかったところじゃ普段からこんなんだったんだろうな。連敗戦はあんま変わってない感じ？でも関係が変わったということはすることはしてるんですよね。何を想像してるのか興奮をにじませる郁恵さん。ちょっとわからないところを菅野先輩にメッセージ入れて聞いてくる。そう言って俺は作業部屋を逃げ出したのだった。 Ha ha ha.